永遠に遊べるぞこのゲーム。下手したら何、新しい植物がアンロックされましたね。おえい、3つ目。じゃあ次はこれを使って、これここに、これもプランターですと。なるほどね。ここに置くことで最大まで成長できますと。あとはほっといたら伸びていくと。ああ、すごい南国系やね。おー、花が咲いた。これ花で？ああ、なるほど。1個作れるだけね。じゃあ次行きましょう。新しい花が出たらこういうチュートリアルで一発で咲きます的なやつが選べるのね。おー、なんだこれ。とりあえず種回収でしょう。で、ここに植えるでしょう。あ、ここも種回収やん。なあ、この辺植えとこうか。で、車を、こうしましょう。で、タイヤを、ここと、ここ。あ、いい感じに詰めた。で、これ、何？あー、なるほどね、標識か。あ、歩道があんねんから、これを、ここに入れて、こうする。で、これ、掃除機を使って果物を回収しましょう。こういうこと？ああ、なるほど。で、普通にこれ回収してあげて、で、種変えれることもできますと。ああ、まあ、これはこれ植えてもいい。いや。間違えたなぁ。まあいいや。普通にじゃあ地面に、これ早い散らかすか。で、パイロンを、この辺に置いてやると全部重なるか。で、これと、これを、回収して、まだか。あ、こっち側にも、ゴミ箱とか、コンティニュー。次のステージへじゃなくてコンティニュー。あー、新しいの解放。はい、まあ、これ回収して、こっから生やしましょう。なんだら、この辺にちょっと缶をはべらせて、まあ、こっちにもゴミ箱置きますよ。まあ、ゴミなんかこの辺に置くでしょうよ。こんな感じするでしょうよ。そしたら大量にまた、花が咲いてるから、これを回収していって、で、ちょっとこの辺、よいしょ。にも、また、木を生やしたいから、ここで。よし、OK。で、これを回収する、のに、掃除機を使いますと。これで、この種を回収できると。うん、なるほどね。で、そしたら、また植物を切り替えて、これを、この辺とかに育ててみようかな。この辺かな。で、この植物なんかもちょっと植えてみたりしてね。この辺で植えようか。で、もう一丁、これをこっちに植えつつ、で、もう一個これを、ここにも這い散らかしつつ、で、ここにはちょっと斜めさせて、ここに車を設置する。マンホールか。こうやな。ってするとめちゃくちゃいろいろ生えてるから、これを回収していって、で、これ回収する。
これも回収する。で、いっぱいなんか入ってきたね。なあ、これショッピングカードの駐車場って感じなのかな。はあ、はあははあ。ほんだらまあこの辺にもちょっと配置らかさせておいて。ほんで、この辺のなったものを回収。ああ、なるほどね。面白いね。で、これも水中して、これも回収できるのか。よいしょ。で、こうするでしょ？んーで、これをこうして、ここになんか、突然生やすのも面白そうやよね。この辺とかでさ。で、これも生やしらかせて、でサンドボックスモードってるから自分で好きなゲーム作れるわけよね、そのうち。こう入れるでしょ。あー、ちげんだな。ちげんだな、そこじゃねえんだな。よいしょ。とりあえず適当に置いて、あー、大きすぎたか。この辺に生やしらかしといて、よいしょ、この辺にいっぱい置いといて、で、こうする、こうする。なので、地面に入るスペースが出ているから、そんなに床にバカすか置かれへんねんな。それも考えて、積んでいかないとまずい、まずいことになると。よいしょ。よいしょ。で、これで、こう、こう、こう。で、あと、植えれるスペース。これ、壁とかに植えたらどうなんの？ちょっと、この辺とかは？あ、植わらんよね。そうよね。ただ、地面やったら植えれると。うん、うん。あら、その場合は、この看板に看板をくっつけるなどして、で、成長を促していく必要があると。もう、茂ってきてるね。あー！なるほど、そういうのもあるから結構気を使わなあかんか。看板とかはあるやな、外に置いてた方がいいかもな。で、この看板を外側に設置を。よいしょ。する必要があるかな。こことか生えれる？生やせるね、オッケー。なるほど、もうここにも生やしていって。よいしょ。なんかもうありやな。世の末みたいな生え方するね。で、ここに生やして、ここに、あー、まあ一個潰れるか。あ、行った行った、次の石に行った。ほう。ほう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 。柵とかも、あれ、アンロックできるのは強いね。じゃあ続きやりましょうか。ここは二つ。目が回収できて、一個は木か。木は地面に植えなあかんから、いろいろ、ここに置きます
といい感じかな。で、これはもう壁に沿わせておくといいやろう。で、これ範囲広いな。ここに置いてだろう。あー、倒れないで。方式、ここの辺に置いて、パイロンをここに並べて、で、これを回収するでしょ。で、ここの花2つも回収して、あ、いっぱい、いっぱいや。で、木をここに植えてやりましょうか。で、花を、藤かな、藤っぽい花を一つやけど、これまで足りてないのか。ああ、キャンピングカーもな、旅行カバンが散乱してるのは、こんな感じで。あ、一個落ちるー。なあ、マジか。これ意外と端っこか、これ。ああ、だから坂になってんのか。ああ、なるほど。空見えてなかったや。で、あんまり同じとこに同じもの置きすぎても、そこに成長限界があると。なるほどね。その辺も考慮して、やっていく必要があるんだなというところで、ここの藤の花を、ここに沿わすのと、ここに一個つけたいね。で、ここにカバンつける。もう一つカバンをつける。んーで、ここに生やしておきたい。で、ここでしょ。ああ、落ちちゃったな。ここでしょ。で、ここ。穴入る？ああ、いいね、いいね、いいね。こういうのいいね。入らんか。まあまあいいでしょう。ここ。で、ここ。ちょっと崩れるけどね。で、こうしてこう。よし。で、これ回収しつつ、穴の回収して、これも回収できるでしょ？こっち側は何もないな。OK。そしたらこれをね、こっち側に生やして、ポンと置いてやって、で、こう、つけてやる。こうつけてやる。で、ここにも置いてやる。お、いい感じに。で、O でフォトモードに切り替え。ゼロか。大きい。ん？切り替われへんで。あれか？次のシーンに行ってからか？よいしょ、ここに育てる。いや、切り替われへんな。なんやろ。椅子か。ここに置くでしょ。ここに置くでしょ。何これ。ノーム人形。この辺に。なんか可愛らしいね。なんかひっくり喋った。で、ラジカセここに置くか。で、この辺に、なんか空き瓶を大量に当てといて、コンティニュー。これ花。なるほどね。そしたらどうしようかしらね。こうするでしょ？ツタで生やすか。あ、ツタにすると、足りひんのか。これにすると一本入んのか。なるほどね。じゃあ、ここに生やしてやろうじゃないの。で、で、ああ、ここもか。ああ、同じく生やしとか生やしといて、でかい車、でかい車。キャンピングカーの後ろを、
ここ。え、こうする。タイヤ、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 切るはず。え、タイヤかもう。ならもう、ここに行こう。うわぁ。はい、もう行った。次のシーン行った。ラッキー。よし。そんなところで、今日はこの辺にしましょうか。次、動画ではやらんかな。もしかしたら配信で続きやるかもしれないですけれども、なかなかね、いいゲームだったんじゃないでしょうか。これ動画になるかな？なんか、ただひたすら、パズルは楽しんでいくだけのゲームやったけども。ねえ、すごい、もう、グラフィックも綺麗でいいゲームでしたね。うん。いや、で、ほんまに、何回も言ってるけど、無心でずっと遊べるゲームではありますな。うん。よし、ほんなら、まあ、続きがあるかわかりませんが、今日はこの辺にしときます。ではでは、ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。